さすがにバテてきたぜ。鏡君。いきなり出てくんな。ずっと後ろにいました。しかしあの野郎も厄介だな。諦めの悪さは黒子並みだ。それはどうも。褒めてねえし。でも困りました。鏡君に伝授したさっきみたいな作戦はもう二度と通用しないでしょう。一度も通用してねえだろうが。とにかくこのままではいずれ捕まってしまいます。なんとかなんねえのかよ。見つけたっすよ。ほら。うわ。鏡君、この先は女性下着のコーナーですよ。分かってる。こんなや突っ切ってやる。ああ、痛い。無茶すんな。しょうがない、俺もって。なんか悲鳴のニュアンスが違うんですけど。てか黒子また消えてるし。待て。お前らいつまでやるつもりだ。限定モデルどうすんだよ。だから僕はここにいるのに。もうダメだ。昨日の往復ダッシュよりしんどいぜ。てかここどこだ。アウトドアコーナー。俺バッシュ買いに来ただけなのに。鏡君。鏡君、ここです。どこだよ。ここです。テントかよ。この中なら安全です。とりあえず作戦を練りましょう。しゃあねえな。おい、狭くねえか。鏡君が大きすぎるんです。我慢してください。で、これからどうすんだ。し、来ます。おかしいな。俺の勘だと多分この辺だと思うんすけど。どんな勘だよ。やばい、捕まる。50万払わされる。落ち着いてください。外からは見えませんから。つってもよ、クロコッチも鏡っちも釣れないな。もういいじゃねえか。お前嫌われてんだよ。ズバッと言わないでくださいよ。傷つくじゃないですか。てかお前何か言ったんじゃないか、さっき。え、うん、俺何言ったっけ。ああ、そう、例のことを忘れてないっすよねって。よくわかんねえが、それで急に鏡が血相変えて逃げ出したんだよ。そうでしたっけ。例のことってなんだ。リベンジ忘れてねえっすよって。ああ、もしかして。え、あ、ほら、こないだの練習試合さ、監督がブチ切れてゴール台弁償しろっつってたじゃん。はい。多分鏡のやつその件と勘違いしてんじゃねえのか。え、そっち。あれは向こうの校長とも話がついてとっくに解決済みだ。そもそも老朽化が激しいのを分かってて使い続けてたこっちに非があるんだ。むしろ事故になる前にぶっ壊してくれて助かったくらいだぜ。あの女監督ちゃんと伝えてなかったみたいだな。うそー、そんな理由であの二人に逃げられてたんすか。そういうことだったのか。なんだよ黒子、その目は。別に。そんな目で見んなよ。万事解決じゃねえか。別に。ま、今度会った時にでも説明すりゃいいだろう。ま、それより早く行かねえと、ほら。あ？お客様に申し上げます。10階スポーツフロアにおいて開催しておりますスポーツシューズ特売コーナーはおかげさまで完売となりましたので、ただいまの時間をもちまして終了させていただきます。きっせー。あ、
てめえのせいで買い損ねたじゃねえか。くらえドロップキック。うはあ、今なんか声が聞こえたような。つか何、何これ、テントの中に誰かいる。って何すんだ、言ってたのてめえなあ。鏡君早く出てください、疲れてます。てうるせえな。クロコッチに鏡っち、そんなとこに隠れてたのか。隠れてたなんて人聞き悪いぜ。おいクセ、さっきは逃げたわけじゃねえぞ。早くしねえとバッシュが売り切れると思ったからだ。え、やっぱりそうなんすか。違います、鏡君、ゴール台弁償させられると思って逃げ回っていたんです。こら、黒子てめえ。もう俺がそんなこと言うわけないじゃないですか。嫌われたと思って泣いてたんすよ。ほっとしたらまた涙出てきたっす。気持ち悪いな。すみません、キセ君、僕はむしろ巻き添えでした。嘘だ、本気だったでしょ。やっと見つけてもすぐ消えるんだもん。それがこいつの武器だからな。確かにあれには試合でも手こずったぜ。ありがとうございます。ねえクロコッチ。何ですか。俺やるっすよ。何を。バスケに決まってるじゃないですか。はあ、こないだの敗戦俺なりにショックだったんす。今まで努力しなくたって何でもこなせたし、負けたことなんてなかったし。キス、もうバスケでは誰にも負けたくない。だから少しでも多く練習してクロコッチにリベンジしたいんす。俺はいいのかよ。望むところです、キセ君。へっす。ま、誤解も解けたことだし、よしとすっか。バッシュはゲットできなかったけどな。すいません。せっかくだからみんなでラーメンでも食いに行くか。お、賛成。行こう、クロコッチ。そうしたいのは山々ですが。あ、見てください、さっきの衝撃でテントが。あ、ぶっ壊れてる。そして警備員さんが来ました。これってまさかの弁償。結局これかよ、金ねっつーの。ティッシュどうぞ。南部デパートです、どうぞ。てか、なんで俺が渋谷まで来てティッシュ配んなきゃいけねえんだバカ野郎。あんたが規制に蹴り入れっからじゃねえか。俺のせいかよ。角度考えろっつってんだ。です。だそれにしても、あの野郎生き生きしてやがんな。婦人服コーナーでバーゲンセールです。はい、ティッシュどうぞ。もはや転職なんじゃね。だな。ティッシュです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 。どうしましょう、誰も気づいてくれません。てめえ役に立たなすぎだろ。努力はしています。結果出せなきゃ帰れねえんだよ。僕はいつでも帰れました。こうなったのもそもそも鏡君の早とちりが原因じゃないですか。それを言うな、それを言うな。クロコッチ、この勝負は俺がいただきっすね。こんなとこでリベンジしてんじゃねえよ。ティッシュどうぞ。ありがとう。お姉さんさっきも来てくれたね。ありがとう。ティッシュどうぞ。